米を食うたび思い出す米を作る人のこと米を食うたび思い出す米を運ぶ人のこと僕に飯が炊けるああいい匂い金よりも何よりも大切なものそれは米腹が減ってはままならぬ生きてはいける一年三百六十五日人は飯を食うもうすぐ飯が炊けるああいい匂い金よりも何よりも大切なものそれは米ヒマラヤの裾野でバンコクの路地裏で東京のアパートであいつも飯を炊くあいい匂い金よりも何よりも大切なものそれは米今日はあまりシングアウトはできないライブなんですけども一番最後の米そこだけ言ってもらえたらI'm not going to do that.